最初のテーマはこちら。俺たちを熱狂させた80年代バイクブーム。はい、残念ながら私は80年代に生まれてないんですけれども、はい、宮城さん、原田さんも大活躍されたバイクが熱かった時代だとは聞いています。はい、とはいえ、はい、バリデンとか知ってるんだろ。バリデンは、はい、読んだことはないですけど、なんか名シーンだけちょくちょく、ね、まあ、ぐらい有名ですよね。はい、まあ、若いライダーたち、若者が峠行って、はい、みんな膝すったりとか大変な時代で、うんうん、はい、で、まあ、そういう中の盛り上がってる中に一番、うん、この一番いいところに宮城選手がうわっと彗星のごとく現れ、はい、でそこで、下地が十分できたところで原田選手が世界 GP でっていうぐらいの流れでね、まあまあまあ良かったですよね。本当に熱かった時代で、多分今ご覧になってる皆さんがおそらくかなりの方々がこの辺に引っかかったんだよね。で自分が高校生だった頃とかなんかにいやーって熱くなった人たちが 今頃ねそう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 って向こうで言いながら言ってますよね、うん、皆さんにという感じが伝わってくる、そういう人たちです。結構もう乗ってる方も多かったということですよね、うん、その時代はすごかったですよ、はい、あの頃ね、眠けんね、はい、3つありましたよね。バリバリ伝説で、まあ、その青春漫画があって、はい、でもう一つは、汚れた英雄、これは大山春彦さんの作品があって、はい、で、草刈正雄さんで映画化された、うん、これはもうリアルにレースが書かれてた。で一方ではバイクを少しちょっとこのダーティーなイメージで捉えた映画としてマッドマックスっていうのがありました。ですから、はい、うん、いわゆるそのバイクの中で漫画とレースものと、そしてこのどちらかというとダーティーな部分のをちょっと極端に表現した映画、要するにこの3つのこう作品があって、ちょうどその1980年代で、で共にもう一つ言えば、日本の製品が輸出して、まあ下手すると日本より安い価格で海外で売られてたような、ちょっとその貿易摩擦が発生するぐらいの、まあ、輸出も誇る、そういったことがこう沼さんいろいろとこう重なっていったんでしょうね。宮城君なんかさ、そこでテレビキャスターやられちゃうと俺たちいなくてもいいみたいなそうですか、いやいやちょっとすいません、そんなこと思って今喋っちゃったんですけど、いやいや、でも、ね、実際そうですよね、まあ、僕らで言うと、ちょうど僕らがオートバイ乗り始めた頃が初めて、ね、カメラとオートバイが世界に、戦後の日本が初めて輸出ができたという、世界にクオリティナンバーワンというのがねできた時代で、マントをはじめ日本のオートバイが優勝し始めたという時代じゃないですか。でそれからそこまで行ってるんですよね。なんでただ ある意味ではみんなの、なんかな、そのオートバイに対する感覚も含めて豊かになってきたっていうのもあって、遊びとして、つまり昔は実用車、自転車の次にオートバイで、はい、それでクリーニング屋さん、酒屋さんが運んでたみたいなことから、はい、その峠行って走ってる、なんだそれって話ですよね。くる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 、ね、でそうですよね、だからね、専門的なこう分野に分かれていくっていうことですよね。そうですね、レムケンさんね、うん、バイクはね、うん、でそこからレースも盛んになっていって、そうですね、もうレースブームも来る、タイミングとしてはまさしくそういうことと、うん、社会のレースというのがこう、うん、シンクロしてきたっていうすごい時代ですよ、はい、でね、実は今日レースフォトグラファーの木引茂雄さんに当時のお写真を特別にお借りしてきています。借りちゃいました。まず先に木引さんのことちょっと紹介させていただきますね。1966年から1970年までライダーとして全日本ロードレースに没頭。1973年にレース仲間が参戦するアメリカ AMA のレースに同行したことをきっかけにレーシングフォトグラファーに転身。翌1974年、世界最大レースのデイトナ200マイルを皮切りに海外レースの撮影を開始。1976年には活動拠点をヨーロッパに移し、2013年までに世界グランプリ全線を巡る。加えて耐久レースやモトクロスなどさまざまなレース撮影を精力的に行っていた。現在でも国内のレースを中心に熱い撮影を行っているということで、昔僕が世界GP走ってる時に全部いましたからね、はい、ああそうなんですね、はい、じゃあもう結構もう仲良しな感じですか。まあ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 、その全日本知ってる時からライダーとしても知ってますから。へえ。ライダーが撮ってるから、うん、絵柄がね、ライダーがこうだねっていう絵柄パッと。ああ、はい。なかなかね、そこでは。じゃあね、そのキビキさんのお写真順番に見ていきましょう。どれから見ていきましょうか。そうですね。まあまずは
何よりも80年代に入ってこれだっていう人はここからですね、はい、アメリカのケニー・ロバーツ、はい、わあ出ましたね、出ましたよ出ましたね、出ましたよ、まあ、いきなり印籠をつけ突きつけられたみたいな感じですね、これは。いやいやいや、出ましたね、はい、出ました、はい、まあ、あのこのアメリカから世界グランプリ、それまでは、やっぱりヨーロッパのライダー、ヨーロッパを主体とした世界選手権だったのが、アメリカのライダーがこのヨーロッパのこの柔軟線の方へいわゆる流れ込んできた、はい、でしかもですね、これヤマハのファクトリーマシンなんだけど、うん、ヤマハのファクトリーマシンってのは白と赤なんですよ、はい、だからこう黄色いでしょ、そうですね、でこれは、ヤマハインターカラーといって、うん、そのアメリカのヤマハの色なのね、あ、そうなんですね、でそんなのを持ち込まれちゃって、ヤマハとしてはこれに先走られて後ろからヤマハのワークスマシンに行ったりとかいろいろ微妙だったりとかするんですで何よりも彼は乗り方がね、ダートトラックから来てるから、はい、乗り方が違ってて、膝をするというのはちょっと前からフィンランドのライダー始めてるんですけど、はい、この一般化したのはやっぱ彼が一番すごいかな、うん、へえ、そういうあれですよね、走り方がやっぱりこうみんなのインパクトをね、皆さん全部こうそれまでの感覚変えましたよね。そうですね、あの何よりも少し小柄なケニー・ロバーツ選手ですけども、やはりその印象的なのは美しいライディングスタイル、うん、そして彼は何よりもそのスキルを高めるベースとしてアメリカの ANA のチャンピオンシップシリーズでロードレースとフラットトラックとモトクロスの3つのチャンピオンを取ってるんですね、これはアメリカでグランドナショナルと言いますけども、はいはい、この3つのカテゴリーでチャンピオンを取って、そして世界に行ってるわけですから、このいわゆるマシン そのスライドコントロールとかも含めて、もうこの美しさっていうのは沼健さん、やっぱりこの目に焼き付いてますよね。朝モト GP の解説じゃないんで、もうなんか聞いてると俺たちただお客さんで聞いてるようになっちゃった、ね、インターカラーに反応しているコメントがはい、いやいやこれファンがめちゃくちゃ多いですよ、これは。そう、もう向こう側で皆さんそうそうそうっつって言うよ、これ。もうまさにっていう感じですね。ね、はい、あのこれのタミヤのプラモデル作った人はものすごいいると思います。ね、僕もこれは一回作りました。あ、作った作った。なるほどね。やっぱりレースやる前に作りました。やっぱりもうこの美しいこのマシンもやっぱりその実際に目の前で見ることはないですから、うん、このタミヤで作られたこのプラモデルをね、やっぱりその作って、やっぱりその夢を見ましたよね、何かこの模型からも ね、そういう印象ですね、はい、これ多分ポール・リカールの最終コーナーかな、うん、このすぐ後にゴールがあるんですけどね、なんかいいですね、このケニーの、こうガブって、ね、頭低くしてで、ね、走ってるシーンが、お客さんとも近いですよね、こうコースのお客さんも ね、うん、そうですね、コメントにもありますね、この頃は客席が近かったって書いてくださる方が、でも嬉しいね、やっぱお客さんもそういう風に、ね、見てますよ ね、ね、で、まあ、もちろんケニー・ロバーツだけじゃなくて、はい、もともとヨーロッパのライダーも、はい、頑張ってました。で、あのメーカーがヤマハだけじゃなくて、はい、実はちょっと控えていたホンダが加わってきた、うん、で、この1番がルッキーですね、で、14番が、ウンチーニ、スズキと、うん、RG ガンマとホンダ NSR、NS カンパスですね、はい、の、一騎打ち、うん、まあ、この頃はね、あの皆さんそれぞれごひいきがあって、ね、それぞれなんとか乗りとか言ってましたよね。これ、根本さん、これ何年ぐらいですかね、根本さん。これ82、これは82年ですね。あ、そうですね、2年か3年かね、まあ、ルッキーがその前の年チャンピオンだから1番つけてるんだよね。そうですよね、うん、ホンダはチャンピオンライダーが欲しかったんですよね、うん、この NS500 乗らせるのにね、はい、多分フレディ・スペンサーは、速さは見せてましたけども、多分まだこの GT でどれだけ速いかっていうのは未知数だったんでしょうね、当時はまだ ね、うん、だからこのゼッケン1番をつけてるライダーをホンダとしては雇い入れたんだと思います、ね、元 GP の解説が始まっちゃったな、もう。ああ、もうすいません、はい、すいません、ね、で、あの次にフレディが出てきます、このゼッケン3番フレディ、これホンダが、なんと、まあ、それまで NR という4サイクルで、うんうん、しばらく ね、68年に GP 辞めてから、はい、81年まで、80年かまで NR で帰ってくるまでレース辞めてたんですね、はい、で他のメーカーは、まあ、一応1回引き上げてから、まあ、徐々に始めてた。でホンダはちょっと4人の CBCC エンジンであって、うん、エンジニア全部車の開発に持ってったんで、あ、オートバイちょっとお留守になった。で、
さあ行くとこまで行ったぞで帰ってくるときに、はい、今までちょっと留守してたけど、うん、やるんだったらって言うんでガーッと来たんですよ、はい、でただその4サイクルから2サイクル他のメーカーと同じ2サイクルをやろうとするときに、はい、ホンダがなんと3気筒3気筒そうヤマハもスズキもみんな4気筒、はい、MV アゲスターもみんな4気筒、はい、なんで3気筒なんだなんでですかそう実は、2サイクルは彼らはモトクロスが盛んで、はい、モトクロスでは勝ってたなんでモトクロスのエンジンをロードレースに使っちゃおうというすごい発想なんですよ、でねロードレースだから加速と最高速度でしょ、はい、最高速度一番速いバイクが勝つというあれなんだけど、はい実はホンダはいやもうよく見たらサーキットは、うん、そのアベレージが一番速いコースって世界でいくつもない、はい、でそれよりはコーナーと加速、うん、乗りやすさの方が優先だってこれにしたんです。へー、で3気筒なんです。へー、これ今の後々新しいオートバイに進化する間にとっても大事なポイントで、はい、で僕もこれ乗ったんですよ。どうでしたか？シーズン終わってから乗せてもらったら全然速くない。えっ、チャンピオンで帰ってきて、はい、でホンダの人にいやいやあの俺は久しぶりにレーサー乗ってるから、はい、僕のこと考えてパワー落としたんですかって言ったら、いやいやこれさっきまでプレイヤー乗ってたやつです、うそーみたいなというぐらい乗りやすいね。でね、こういうあれでフレディもだから最初からもう大活躍で、でもう皆さんあれだよね、これウェアからこのヘルメット、特に新井のこのヘルメット、そうだからみんなレプリカですごかったですよね、うん、まあ僕の周りは全員この新井のフレディスペンサーレプリカヘルメット全員か全員買ってましたよ、もう間違いなく。まあ、というぐらい、まあ、はい、もうブームの真っ只中でいうと、さっきのティニーとこう二分するぐらいのチャンピオンですね。はい、どんどん行ってみましょうか、はいはい、それではお次の写真は、まあ、あとは、まあ、さっきのルッキーとこのケニーの戦いで、はい、まあ、あのタイヤのあれとかエンジンの開発とか、この中で実は、この当時から実はそう言いながら乗りやすいという方向が大事だというのが始まったちょうど時代です、はいはい、レースといえば、パワーがあって乗りにくくてプロのライダーがなんかこううまく頑張って乗ってんだろうというイメージが実はそうではなくて、はい、やっぱり戦って競るためには安心できるバイクの方がいいんだっていうことにどんどんなっていった時代なんですね。まあ、あの他にも、この進化がどんどん分かる写真が出てきますのでどんどん送ってみてください、はい、お次の写真は、はい、でこれもさっきのケニー・ロバーソン乗ってたバイクの、はい、またイヤーモデルで違うんです。 赤く丸ボロ でこれケニーが最後にフェリーと一騎打ちで、はい、これを最後に彼やめたんですけど、そうなんですね、そう、まあ、フェリーに負けて最後やめちゃったんですけど、でこの当期のヤマハのこの4番のバイクなんていうのは、はい、さらに、レースを作ってる人たちが一回、はい、その誰でも乗れるバイクにしちゃおうっていう風にしたんですよ、はい、という YZR500 なんで、僕もこれに乗りました。まあびっくりしました。でこのコンセプトで後から出てくるプロダクションバイクがどんどん作られるようになったっていう、なんかね、レースのイメージがやっぱりちょっとねとんがったもんだということから、実は中身はどんどん違ってたっていう時代ですね、はい、まあ、これであと、まあ、こういう、まあ、皆さん大好きなワインガードナーね、これ宮城くんね、はい、もう仲間でしょ、ガードナーはもう大好きですね、まあ、あの森脇時代の先輩でもありますから、はい、あとはあの僕はオーストラリア遠征した時にも随分サポートしていただいたので、まあ、応援してましたけど、やっぱりその彼のダイナミックなアグレッシブなね、まあ、リアのホイールがスピニングしながらでもですね、マシンを立ち上げていくような印象っていうのはこう、なんていうんですか、荒々しいダイナミックなライディングの代表的なライダーの一人ですよね。ね、でその後ろ1番のエディ・ローソンがどっちかっていうと、なんとかな、もっとこうソフトにうまくバランスを使って走ってるライダーで、後ろの体調的に美しいですね。そうそう、で後ろの3番のマムラがこれはもう力ずくで走ってく、腕力で乗る人の典型でしたね。足が外れようが何が起きようがねフルカウンター当てようがね、とにかく走ってくるっていうね。ですからこの3人というのは見応えのある3人ですよね。そうですね、そんなのがありました、うん、はい、まあ、ということで、まあ、このね、このしんがりが出てきた、はい、シュワンツですよ、シュワンツ。シュワンツ選手。ね、これはどっちかっていうと、みんなが
こうリーンといって体がバイクの中にってこう内側内側って入ってるのに、この人はどっちかというと上半身にコッと外へ起きてるみたいな、変わった乗り方して、まあ手足が長いっていうのもあるんですけど、変わった乗り方してたんですけど、これも鈴木のガンマーです。で当時あれですよね、売ってるオートバイがこの色だったりとか、さっきのね、あのガードのあのあれじゃないけどロスマンズカラーだったりとか、売ってるバイクがまさしくこの色してましたよね。あのネモケイさん、まさしく、80年代のグランプリマシンのカラーリングは日本の4メーカー各メーカー全部売ってた印象ですよね。ワックスカラーがいわゆるスポンサーカラーですよね。このペプシカラーもありましたし、ロスマンズのタバコもありましたし、まあ、マルボロって文字が入ってたかどうかありませんけども、その印象のものもありましたし、まあ、ハーベイ・スズキなんかもありましたよね。 ね、あったですね。だから本当にその我々80年代の今話してますけども、熱く燃えてて僕たち本当にやけどしそうなぐらいのホットなあのバイクの時代にね、オートバイに乗せてもらったなと思いますね。でしたね。はい、はい。これが、このカラーが当時市販でも売られていたということですよね。当時人気だった市販車の画像もご用意しておりますので、ちょっとこちらご覧ください。はい、写真出るかな。はいはい、まあね、こういう火付け役、はい、あのさっきのレースのケニー・ロバーツじゃないけど、こういうのの火付け役になったのが、このヤマハの RZ ですね。はい、これ、実はね、こう今のオートバイから見ると当たり前なんだけど、このフロントフォークのすぐ後ろにラジエーターといって水冷の、ね、ラジエーターがついていて、シリンダーが、それまでのオートバイっていうのは全部空冷だったんです。空冷というのはシリンダーに芯がついていて、まあ、走行風でエンジン冷やす、でこういうのはレース用だけだったの、でこのレース用の技術がそのままシャンシャンになったっていうところでびっくりで、革命的ですよね。革命的です。まあ、一つは排ガス規制が厳しくて、そういう部分でこれがやっとその、道を開くというところで、まあ、起死回生のバイクだったんだけど、でこの今塗ってあるのが白と赤と、ね、でストライプ入ってるでしょ、はい、これヤマハのワークスマシンの純正カラーなんです。はい、こちらがそう、もうヤマハ乗ってる人だったらね、もう何がヤマハの純正だなんてみんな知ってます。原田さんもよく知ってるよ、こういうのはね。そうです ね、はい、僕ヤマハだったんで、はい、ヤマハだったんでみたいな、この色でそのなんとワークスマシンと同じ色が、はいね、しかも水冷で、水冷でというのが普通の人が乗れる、はい、というところに黙ってみたいなのがホンダでね、はい、お前に勝手にそんなことさせてたまるかって出てきたのが VT250 ですね。こちらですね、はい、これもやっぱりほら水冷で、はい、で、V 型の流域紙、そのさっき言ったスーサイクルの NS のちょっと前に NR というのをやっていて、はい、2万回転もあるレーサーがあったんです。はい、でそれの技術を生かしたっていうことで、はい、まあ、これも1万2000とか平気で回るエンジンで、で今や、まあ、多分ふーちゃんも1万回転普通の人になっちゃってるよね実はそうですね、とんでもない女の子だよね、まあいいやなので当時は普通のオートバイって、はい、まあ、6000、7000が限界、うん、乗ってるオートバイは1万回したら壊れちゃう、それはレーサーだけの世界だったんですよ、でそれがこれは市販車にこうやって入ってきて、で2サイクルと4サイクルと250ぐらいになるともう2のは絶対強いよって言われた頃、無理だよって言ったのに、ホンダは関係ねえよ俺らをやるぞっていうふうに出した。もうケンさん、うん、このバイクは日本のオートバイの中で初めてカウリングがついたオートバイですね。しかもあ、このビキニカウルだけどね。そうです、それまでカウリングは、ね、オプションではスタートしてましたけども、市販の状態で最初からついてるという車でいうと、この VT250 が一番最初のカウリングつきバイクですね。皆さんなんか昔雑誌やってた？いやいや、もう ただのバイク好きです、私も。まあ、でもそというぐらい皆さんファンはうるさかった当時は、詳しいというかね。僕ネモケンさんちょっと、はい、教えてほしいことがあるんですけど。なんすか。ネモケンさん60年代70年代とご自身で、まあ、2ストロークのヤマハのレーシングマシンに乗ってこられたと思うんです。はい、まあ、元は一番の川崎ですけど、はい、うん、ずっと2ストローク、まあ、そういう2ストロークのね、まあ、グランプリマシンに乗ってきた人がから見てて、はい、RZ250 の登場っていうのはね、どれぐらいの印象だった？
いわゆる水冷で、まあ、サスペンション、今で言えばモノクロスレスサスペンション、まあ、感じれば当時で言えばね、はい、そういったそのレーシングマシンと変わらないようなスペックで、まあ、クランクケースやシリンダーヘッドが市販 TZ と共通じゃないかっていうぐらいのね、まあ、互換性があるんじゃないかっていうぐらいのデザインだったわけじゃないですか、はい、まあ、そういうのをね、当時もう大人だったネモケンさんはどういうふうにご覧になってたんですか。いやいや、あのね、あの僕らが乗り始めた頃はその GP マシンと普通の売ってるオートバイっていうのはもう県と地方との差があって、もうね、まるで違うから技術的な根拠が全く違うもんだった。だけど僕らもその GP も6気筒とかいろんな2万回転の時代が終わってからそれこそ TZ でヨーロッパ走ったし、でそのベースエンジンっていうのはヤマハの市販車だったんですよ。でそれが水冷化されてレーサーになってた。でそれがこれ今度逆にもう一遍市販車に降りてきたわけじゃないですか。でサスペンションの技術から何から全部含めて、いやもういわゆる世界グランプリの現場で使った技術がまんまバイクになって出てきたのは事実です。やっぱりね、びっくりしました。根本さん、で近年 の、 そのレプリカとかいろんなことを言いますけども、このなんていうんですか、この日本のモータースタイクルシーンの例えばこの直近の40年50年の中で見ると RZ250 こそが本当のレーシングレプリカのスタートですよね、近年で。今、ね、根本さんから聞いてそういうふうに思いました、やっぱり、まあまあそ そうは言えますね。まあ大したもんなのはそれまで、これマフラー見てください、チャンバーの格好してるじゃないですか、ね、普通のそうですよね、そうツーストってこれ、それまでメガホンマフラーだもん、ただのピューンと出てただけですもんね。そうメッキのメガホンマフラーだった今まで。ここからこういういわゆるレーシーというのの本物感が出てきたっていうのはね、これは山しかもブラック塗りですね、はい、しかも色黒ですもんね。まあ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 と言いながらもうなんかさ、宮根さん、こうやってるとさ、あの80年代の話して、この今日は終わっちゃうぞ。すみません。いや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 、もう興奮してきました。乗れない分、乗れない分、ここで乗った気になって楽しんでます。そんな中で、まあ、順繰りね、これ例えば、RG ガンマ、ね、はい、世界初のアルミネームですよ。もうそれぞれに、やっぱりこの鈴木のこのガンマというのは、はい、まあ、これまたありえないことをやったんだね、はい、これねアルミフレームという、はい、レースのオートバーしか使ってないものを平気で入れてきた。でそれまではさっきのねヤマハじゃないとき水冷なんてないよねって言ったのが、うん、なっちゃったじゃないですか。でワークスマシンはアルミフレームだけど、はい、まあその高いアルミの車体なんてのは、はい、みんなが乗るバイク高くてそんなの無理だよって話だったんだけど、はい、続きは入れてきちゃいました。しかも当時はもう レースに近いのに乗るっていうのがこう憧れみたいなところが余裕のメーカーが煽ってんだよ。しかもこれそうタイヤがちっちゃくて、このレース専用に開発されたタイヤが前の16インチのが入ってるんですね。これはもう皆さん、まあ、多分今見てらっしゃる方みんなあじゃないこうじゃない多分向こうでいろいろ思ってますよ。はい、はいはいはい、次に行きましょうか、はい、EZR ですね。これはもうそれがある程度形になってきて、はい、レースの技術そのまんま、市販車に持ってこれるという、もう車体もそうだし、エンジンもそうだし、代わりにもそうだし、はい、何から何までほとんどレーサーの技術ですよというのがどんどん入ってきた時代ですね、はいはい、次は MSR250R、はい、これ問題だよ ね、 これですね宮城さん。そうですね、これはもう多くの人が、まあ、インパクトを受けたと思うんですけども、ね、はい、哲也、はい、このバイクはどうですか。僕はね、持ってました。乗ってましたこのバイク、青ですけど、すごい、はい、自分で買って乗ってましたね。ちょあのさ、はい、はい、これホンダじゃん。そうなんですよね、だから僕がヤマハと契約する前に乗ってました。あ、そうなんだ。はい、あのまだ、ジュニア125とか走ってる頃ですね、スピーカーなので、はい、でもそれ誰も知らないよね、多分そう世の中多分あんまり知らないと思う。全然知らないよ、そんなの。本当に哲也の友達しか知らないよね、多分家の近くの友達とか。多分そうですね、身の回りというか、まあ、友達ぐらいですか、ね、すごい事実だ、まあ、いやでも、まあ、その当時やっぱこれ買うきっかけが、うんうん、ちょっと雑誌の取材でスピーターダオのなんかこうマフラーついた特集みたいな感じでこの車両乗らせてもらったんですけど、こうすごい面白くて、ちょっと開けるとフロントがポンポン浮くんで、もう速攻買いました。うわ、なるほど、さすがや。もうレースやってたんだっけ。
レースやってました。うわ、なるほど、はい、だから僕はそのこのオートバイで峠に行くとかそういうことはなかったんですけど、うん、ただそのエスピーターでもレースしてたんで、エスピーターダウンに整備行ったりとか、うん、ミーティングに行ったりとかっていう足で使ってたんですけど、うん、そう、信号出るたんびにウィリー、いやもう今言えないですけどね、そういうことになりますよね。いやいや違うんですよ、これはウイニングランの練習をしてたんです。あ、ね、ゴールした時にウイリーでゴールするっていうねという言い訳が、なんだか、なんだか本当かなみたいな、はい、宮城さんも実は、宮城さんもっていうか宮城さんはですね、実はレザーになる前、峠をちょっと走らせていたというふうに聞いていますけれども、うん、はい、僕あこれ今出てるやつはね、そう、僕が初めて買った7班、僕はこれの赤のタンクのものを限定車だったんだけど買って、これで六甲山ガンガン行ってました。クランクケースこすりながら走ってました。ガンガンガンって、右側がねちょっとバンカーが浅くてクランクケースがするんだよね。でもそれ面白かったね、昔はね。まあ安全に走ってますよ、もちろん安全、いやもう安全こうしてますけど、まあ駒軍ですよね、世界でいうと駒軍です ね、もうそうそう、そんな感じでも駒軍の漫画より先に俺はやってたからねまたそういう、まあいいや、張ってるよ話がはいはい、はい、でその次に、そう、僕はねこれも乗ってたんだけども、刀の1100で、これはなんでこの刀の1100乗ったかっていうと、もうレースを始めてたのね。でもその世の中にはセパハンのついたバイクはないんだよね。そうなんだ。ところがこの刀の1100はセパハンがついてるんで、うん、おお、もうこれしかないな。しかもホイールベースは長い、車重は重い、大きい、トルクは10キロ以上ある、もうこれしかないなと思ってこれ買って、これでガンガン走ってました。ライディングフォームこそレーサーみたいだけど、はい、これはドイツ人がデザインした、どちらかっていうと、はい、アウトバーン高速道路をビャーンっていくバイクで、コーナリングバイクじゃないよね。そうですね、ね、でもそれで六甲さんをという、だから なんでそんな、なんで、なんと言っちゃなんだけど、あのコーナリングマシンじゃないのになんで乗ってたの、うん、言っちゃなんですけども、日頃からこういうのを乗ってると、鈴鹿サーキットで走ってるレースは僕250、400なんで、日頃1100を乗ってるとレース本番で25、400はごめんなさい、股の下で本当に楽ちんに操れるんですよね。ですからそういうこうアドバンスがあるんで、日頃はうんと重たくて、うんと止まりにくくて、うんと曲がりにくいオートバイになってたんですね。でエンジンの出力もありますから、スロットルワークもすごくこうセンシティブになりますよね。ですからそういった乗り物を乗っておこうというふうにちょっと自分で決めて、まあ、テーマを持って乗ってましたね。心がけが違うっていうやつ、ね、なるほど、はい、じゃあ、そのまま当時のお話を聞きながら進めていきたいと思います。あ、今ですね入りました、チャンネル登録者数が1000人超えました。おー、やったやった、すごい、ありがとうございます。いや嬉しいですね、めっちゃ早いね、ね、番組中に出て嬉しい、皆さんと一緒に1000人を迎えられて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いや本当嬉しい、はい、最高だね、なんか今日は嬉しいな、はいはい、じゃあ当時のお写真ですね、こちら宮城さんの当時のお写真が、うん、はいはい、その今ねご自分でお話ししてたからさ、当時の、うん、あのせっかくだからさ、宮城さんねどうだったかっていう話をぜひ、なんか、なんかあるの僕の写真、はい、あ、はい、使用前使用後みたいですね、なんか使用前使用後だよ、アイドルライダーじゃないですか、アイドルライダー、この頃はね僕もね若かった、若かった、ね、細かったちょっとなんかみんな言ってよ、黙ってない、アイドルアイドルアイドル、これ TZ250 ですね、森脇から、ね、ヤマの TZ250 になりました。でこれはね、あの鈴鹿の8体なんかでもおなじみだった CBX 空冷を使った森脇のアルミフレーム日本サーズのマシンですけど、懐かしいですね、あのいろんな人から多分写真をお借りしてると思います、ありがとうございます、はいはい、ね、嬉しいですね。あ、これ全日本選手権のスーパーバイクですけども、もうこの頃ライバルメーカーはみんな水冷そして揺れになってましたから、うん、まあ、そういった意味ではこの空冷で戦うっていうのはなかなか厳しかったですけど、あの僕のまあ恩師である森脇守さんはやっぱりその空冷のエンジンでどこまで戦うかっていうのをやっぱり森脇さん自身はチャレンジしてたんですね、うん、
まあまあ、でこの写真はあの僕のすぐ横下向いてるのはワインガードナーと一人置いて一番右側はあの八代俊二選手ですけども、あの僕らオーストラリアニュージーランドに遠征した写真ですね。向こうではワインにすごいお世話になっていろんなことをやっていただきました。はい、懐かしい。ああ森脇さんだ。これ僕は21歳、オーストラリアのレースですけども、この頃森脇守さんってまあ、全日本のチャンピオンチームを持ってアルミフレームを世界初の、まあ、4ストロークのスーパーバイクのアルミフレームを成功させて通過のコースレコードをワインガードナーを出した森脇守さんは36歳ぐらいですよ。もげんさん36歳って若くないですか。いやすみません、あの実は彼と僕はほぼ確か同い年で、あの僕が川崎に乗ってる頃に吉村に乗ってる森脇選手と競ってた、なるほど、というそうですね、はい、そういう世代です。もうライダー仲間ですよね。ですから、はい、そういったことを考えるとね、ちょっと本当に若い時にね、森脇さんはああいう、まあ、チームを作ったんだなぁなんて思いますけど、はい、喋ってる間に写真がどんどん進んじゃいました、うん、そうや、そうや。これ今の僕ですよ。いやいや、もうだって今日お前これだったらまあ宮城光で終わっちゃうもん。ああそうね、喋りすぎね。これ最近の僕ですけども、この冬にねあのオートバイで、林道行ってますけども、こんなマシンで、走り回って遊んでますね。原田さんは宮城さんの数年後輩にあたるということなんですけれども、はいはいはい、原田さんのお写真も見ていきましょう。はいはい、知ってるよ、これはチャンピオン取った。だからさ、そうですね、のどきっていうのか、それ出てくんなよ、はい、まあまあ、僕の代表的なあれですよね、写真ですよね、きっとね、うん、年というか、はい。まあ、これもあれですよね、ワークスマシンといえど、まあ、どっちかというと、まあ、市販レーサーのコンビネーションという感じですもんね。そうですね、一応まあ市販レースという形ではあったみたいですけどね、うん、はいはい、アプリリア、アプリリアの252年目ですね、はい、98年ですね、はい、うわぁ、一般2001年じゃないですかね、はい。もう目がすごいね。もうあの大二郎とバチバチにやってる時だと思います。ああ、もう本当に目がもうやっぱりだって勝負のやっぱり目を知ってるもんね。もう今のあれじゃないですね。うん、もう今顔も丸くなっちゃってもう。それはもうみんなねみんな。ええ、かっこいい。ね、うん、まあでもあの。これね。ね。まあ、レース当時も見てたファンの方とっても多くて、やっぱりさっきのあれじゃないけど、まあ、日本人で、しかもワールドチャンピオンを取って、しかもそれがなんと大きいメーカーじゃなくて小さいメーカーのアプリリアでやってるっていうのが、うん、まあ、ある意味、まあ、みんなの憧れの的だったんだけど、うん、同時にやっぱり原田選手のそのレースの駆け引き、うん、まあ、言ってみれば彼のニックネームはデビル、クールデビル、クールデビルですよ。聞いたことありません、はい、うん、今言ってみればだからどっから来るか分かんない。あ、もうそれこそね、5センチもイン開けたらそこにヒャッと入られちゃうっていう、油断つきもなったもんじゃないっていう、危ないライダーだよね、要するに。いや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 、こんなに人のいいライダーいないですよいやでもレース見てると、なんていうのかな、こう最終ラップにスパッとあのかわしちゃうじゃん。そうですね、最後まで僕のレースの考え方がやっぱりそのゴール、最後のゴールで前にいればいいっていう考えなので、うん、そこでこう合わせていって最後にこう出るっていうのが僕の作戦で、超頭脳プレーで、うん、僕らまあレースのキャリアあるから、はい、見てると前のライダーがもう最後2周目ぐらいから落ち着かないんだよ、どっちから来るか分かんないから。あ、でそれを全部つつきながら見といてね、でホール開いたここだよね、ビュンっていっちゃうんだね。いや普通に勝負したら絶対負けるんですよ、彼らの方が絶対にスキルがあるんで。なので僕はそういうふうに作戦を立てて頑張ってました、うん、はい、そういうその、うん、やっぱり走りながらのプレッシャー、はい、そうちょっとこうちょっと前にこうひょっと出てくる、うん、あの出てくるけどやんないみたいなね、うん、そこで抜かないんだお前みたいないうのがいろいろありましたね。そうですね、まあ、ちょっとプレッシャーをかけつつっていう